定のトピックを取る必要はなくて、理科大引率の3人が適当に理科大について話すっていう。まあ外してもいいよ。実際理科大に入りますけど、良かったこととかあります？ない。ゼロじゃない。1人ない。良かったもの、偏差値の割にいい注目するにつけたんじゃない。ああ、まあ大体大手だもんね。それじゃない会社だ。それのいい感じにさ、なんだろう、そんな頑張らなくて入れるよね、就職で。確かに、うん、なんか謎に、なんか別に就職をがん就職就活は頑張る人は全くないのがすごい楽だから、ね、なんか推薦まあ取らなくても多分いけるんだろうけど。そう、あの、よく頑張んなくてそこそこいい会社に入って、もっといい会社に行けるっていう。確かにね。なんかコンサルとかも頑張ればいけるもんね。いけるいける。コンサルなんか余裕だよ、ほんと？ガチ余裕だと思う。ハウチだけしてるだけだと思う。なるほどね。俺はね、なんだかんだね、結構なんか手を動かすっていうところをね、しっかり身につけさせるカリキュラム組んでるところはいいなと思ったね。図面とかね、実験ちゃんとやるとかね、レポート書かせるとかね。確かに、それも言われたわ。あの会社入ってから、そのレポートとか、あの故障して原因調査するレポートの書き方になってるみたいな。それはなんか、が優れてるんじゃないの？うん、なってないじゃん。で、同じぐらいの友達の、他の友達は、なんか、あんまなってない人多いんだよね。まあなんか、あるよね、理科大って。社会に、うんぬんみたいな。実際入ってみてさ、同レベルの大学とかになったイメージ的に、個人的には社内の中で評価されてる同レベルの大学は、地方国公立の高いところだよね、イメージ。例えば千葉大とか、あ、絶対的に同じぐらいだよね。なるほどね。あと神戸とかもギリ同じぐらいだったけど、ちょっと上かな、ちょっと上だったの会社だと。神戸も同じぐらいだったけど、神奈川もちょっと下かな。あとは広大かな。あで、早稲田とかもさ、なんだかんだけど、そんななんかこう、圧倒的上って感じで扱いされてない感じはしたけどな。早稲田っていう、うちの会社は全然いない。あ、ないんだ。うちもいない、いない。みんな、コンサル行っちゃうんじゃない？コンサルか、なんか、あんまり、うちの会社がほら、知ったねえって言ったからさ。で、学校入ってる人のレベルで言うとさ、どのくらいが一番トップだったの？東大。まあ、そうだよね。だからなんか、学罰はないかもしれないけど、ある程度こう、なんか層を占めてるさ、範囲の東大罰って言っちゃうけど、東大罰、神戸大罰、で、あと、九大。ああ、九大。はい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 、九大ね。あと、九高大。ああ。結構なんか、理科大よりも下から下のレベルのイメージ。ちゃんと、学罰はないんだけど、ないって言ってんだけど、まあ、これが入った会社は、愛知の関係だったから、まあ、普通に名大じゃなくて、名大、名工を、理科大、早稲田、カーズンが一番長く占めていて、で、まあ、東大も全然普通にいて、京大は全くいなくて、って感じだね。慶応は全然いない。だった。京大はいないな、マジで。今日いないよね。東大はまあ、自分の層に、寄らず全然上もいるけど、一人だけいたんだけど、京大は就活全然うまくいかないらしい。へぇ、わかんない、推薦がほとんどないんだって。あー、そう、あれ、あの、暴れるじゃん、京大の文化的な時には確か問われっていうか、だから推薦枠もほとんどないんだって。で、まあ俺の会社だったら早稲田、なんだ、早稲田、明大、明光、理科大、北尾とかな、他まあ、ところで東大も届いるけど、多分一番強いのは明大で、名古屋も数はほんとにいるから、で、その次ぐらいに理科大がかなり多くて超乗れるって話は上に聞いた。早稲田は最近入り出したからよくわからないらしい。最初は理科大は、なんだろう、取る採用人数を増やすとやっと入ってくるっていう、推薦が復活する、推薦枠が、まあね、ちょっと減らすと理科大真っ先にやれるとか、入ったり入んなかったり。なるほどね。入った後の話だったけど、入る前だったらさ、理科に取り調べるとさ、S ランク、S ランク、A ランクとかって出てくるじゃん。なんだろう、A ランクは余裕で入れるぐらいのイメージで、そういうふうな就活サイト見てると。で、S ランクは上げてなんだろうな、どこの大学でも入れるかよくわからないみたいなところ。
ってところがあって、Sランプとかはなんかもうよくわかんないから、入りたい人がまずいるかどうかもわからないみたいな、イメージだよ。でも、Sランプは、足切りをされない。されない、ね、されない。確かに。とりあえず、どんな人が見てこようぜ、みたいな。S ランプとか A ランプもあれ、怪しいところあるかもしれない。いやー、なんか、適当でしょ。まあ、そういうことを考えていくと、まあまあ、それなりにお買い得な大学って言われるゆえんは。ありそうですね。入った時の俺のイメージは地方公立と同じぐらいのイメージの扱いだと思ったけど、全然上だったのはびっくりしたな。あと、回しては圧倒的な格差があるよね。いや、どうなんだろう、実際。あんまり意識したことないんだけど。あるあるある。あんと。めっちゃあるね、俺の印象としては。コミュニティってもらえるかもしれないけどさ、マジって。文系のイメージがちょっとあるんやな。ああ。理系のマジってあんま聞かない。ちょいちょいいるけどね。明治の理工とか最近ちょこちょこいるイメージ。青山とか法政とか立教とかは見たことないよね。うちの会社上位20校の推薦枠でもそれで決まってらして。9点全部でしょ、まず。9点全と、統計上位でしょ。それと、同志社。同志社と、あとは、上位地方こいつだけだから。遠くもあるけどね、遠くもあるけど、これ言っちゃなんか、これ言っちゃなんかもしれないけど、物理とか数学とか、まあ、科学とかあるじゃん。そういうふうなレベルの話で、東大生とかとか、例えば東工大生とかと話した際に、そんな差はないなっていうような感覚はあるんだよね。やっぱ英語とか国語とかそういうところではあとずり負けてるなって思うんだけど、それ理数科目で負けるかってそうじゃないから、企業に入った時ってそういうところがすごく大事になってくるからさ。そういうところなんか第一線で活躍したいって思えば、で努力すれば全然活躍できると思う。っていうのが個人的な感想だね。確かにそれはあるかもね。発見全然入れなかったから、東工大とか、なんだろう、東大となんかそういう理数系の科目でも圧倒的に負けてるなっていう感覚、確信してたんだけど、そこで今ではなんかそんな差異ないなっていうね。差はあるけどね。大差はない。俺は大差ないなって感じだよね。まあ全然競えるぐらいの。競えるぐらいだね。なんなら勝てるところもある。なんだかんだ言ってさ、天才は多分いるとは思うんだけど、天才と話してないせいかもあるかもしんないけどさ、まあ一般的な人と話してる感じだと、そんなに差はない感じするけどな。まあ上位国立とこう、まあ、理科大みたいな枠で話してるけど、特に理系の場合研究とか、結構尖り散らすところだと独自性というか、あるから、同軸に乗らずっていうのかな。あ、そうそう、実は、そうだな。乗らないからこそ、乗らないからこそ対等に話できるとかもある。とかもある。もちろんあるけどね。まあでも基盤としてやっぱ基礎的なね、理科系の素養が大したないんじゃねっていうところはあるかもしれないですね。社員これ誰に向けた、これ理科大に入ればいいよみたいな感じ。いや、もう、ターゲットは。広報部で理科大。理科大修士卒の生の声ということで。理科大、大学生活に起きてる感じはあんましなかったよね。まあ、大学生活って感じはなかったな。めっちゃあったけどね。いや、俺なんかはなんか、授業を受けるためにって言ったらあれだけど、またそんな感じのイメージだったかな。高校生みたいな。ああ、そうそうそう。いや、俺そんな感じじゃなかったな、俺は。選択科目そんななかったじゃん。それはさ、そういうようなとこだったね、確かに。いや、他のさ、学科のやつだとさ、なんか同じ、その授業だけ会う人とかさ、あんまいないじゃん。見知った顔で、まあ、深い方の100人だったら100人は、別れたり、くっついたり、で、同じ授業を受けたり、別の授業を受けたり。まあ、確かに。まあ、総合大学と比較すると、そういうところのさ、まあ、扉じゃないなんだろうな。世間一般でいう、キャンパスライフは、僕の場合は、確かにね。そう、それはまとめてはいけないかもしれない。キャンパスライフは何を、キャンパスナイフとするかが難しいと思うんだけど、俺の中でのキャンパスナイフは就活、まず就活っていうようなところに対して向けて、まず人のところは自分で全体的にやらないと、自分自己責任でやることだと思って、その中でなんか自分の時間を工夫しながらこう遊ぶというのだと思ってて、そのなんだ俺の前の構成要素としては、まあ、大きく分けて2つか、まあ、勉強と部活だよねやって、まあそれが結果的に就活に繋がるとかだろうとか思ってやってたから。で、なんだよな、その部活をやる、なると、留年してる人の割合は一気に増えるっていうのは
個人的な感想というか、多分これ事実だと思う。一流に移住してる人はすごい多いから、そういう面では、そういう面では、まあ、厳しいのは確かかもしれない。キャンバスライフを送りたいっていう。ああ、ありがとうございます。個人的には俺全然バレてもいってんだから。ああ、まあなんか変な悪影響が出なきゃね、うまく使えればいいとは思うんですけどね。悪影響出るのは、いじめあるらしい。誰かに。まあそこはね、なんか悪意とかいうのがあってやってるわけではない、ご理解いただきたいですけどね。一旦30分ぐらい話したんで雑に切りますけど、まあ、とりあえず理科大は今日話した感じの大学へですね。世間一般の大学生活、花のあるみたいなのは、ちょっとあんまり考えない方がいいかもしれませんっていうところと。まあ、それでもいいところはあるんで、まあ、先輩のやり方とかね、見ながらやっていくのがいいんじゃないですかね。なんかあります？朝起きられない人って、うちに来ない方がやっぱり。今思ったけど。一限にさ、必須入って、必修入るとさ、マジで起きれなくて、落とすやつ多い。朝起きれないやつは、会社入れるだろ。はい、ということでなんかめちゃくちゃ厳しいやつみたいな。朝起きれない、苦手な人はやめた方がいいという大学。はい、最後に締めをお願いします。なんで締めなんだよ。なんだろう、博士課程行ってもまあ楽しいっすよ。はい、以上ですということですね。ちょっと雑ですいませんけど、第1弾はこんな感じで締めようと思います。お二方ご協力いただきありがとうございます。